1>, 1番。ごめん、待った。駅で足止め食っちゃって。1>, 1。え、電車動いてなかったの ?2。2> 足大丈夫痛かったでしょう。3。ちゃんと時間調べていかなくちゃ。2番。え、もうこんな時間 今日は接客に時間取られて昼食べ損なったよ。1。1> 相当急いで食べたんだね。2>, 2。今からでも食堂行ってきたら ?3。昼ごはん、お客さんと一緒だったの ?3 番。もうすぐパーティー始まるから、コップあるだけ出しといて。 1。1> じゃあ、いくつ出せばいいんですか 2>, ?2。コップは人数分ですね。3。全部だって5個しかないですよ。4番。先方に共同開発を提案したら、すんなり受け入れられたよ。1>, 1。説得するの、そんなに大変だったの 二、2> 2またチャンスはあるから落ち込まないで。三、向こうもそういう希望があったんじゃない五番、テレビで見た新発売の野菜ジュース、とてもじゃないけど飲めたもんじゃなかったよ。一、売り切れだったの二、2> 2まあまあだったの 三。そんなにまずいの六番。来月の登山では、みんなのお荷物にならないようにしなきゃ。一。置いてかれないように頑張ってね。二。登山だもん、あんまり持ってけないだろ三。みんなの荷物まで気にしなくていいよ。 7番。今年の新入社員はものになりそうですよ。1。1> それは期待が持てますね。2>, 2。どういうものですか ?3。いい人材が集まりませんね。8番。僕、部長はてっきり出張に行ってるもんだとばかり思ってたよ。 1, 1まさか出張なさってるとはね。2, 2出張キャンセルになったんだって。3いつ出張から戻られるか知ってる ?9 番留学説明会に出て自分の準備不足が分かっただけでも収穫あったよ。1 出ても無駄だったわけだね。二。納得してないんだね。三。じゃあ参加した会があったね。十番。来週の健康診断って絶対受けないといけないってわけじゃないんだって。一。それって受けなくてもいいってこと S 2, 2 <S 全員受けろって言うんじゃ仕方ないね。三、<3 S 1> 絶対に受けないってどうして十一番、山川食品との交渉、なんとか契約にこぎつけたよ。一、苦労が報われたね。二、<2 S 1> そんな風に諦めないでよ。 三、次こそは契約が取れるといいね。十二番、この辺、コンビニの一軒ぐらいあっても良さそうなものなのにね。一、確かにこんなとこお客さん滅多に来ないよね。二、人通りも多いのにどうしてないのかな。三、 一軒だけだからこんなに混んでるんだ。13番。木村さん、こないだ大阪に転勤したと思ったら、今度は北海道だって。1。そろそろ大阪じゃないかと思ったんだ。2。2> へえ、大阪に転勤するんじゃなかったんだ。3。大阪。 まだ一年にもなってないのにね。14番。店長、今日は雨が降ってるせいか、朝からお客さんがひっきりなしですね。1。やっぱり天気が悪いとお客さん来ないね。2>, 2。雨の日はいつも混むからね。3。3> それほど空いてるわけじゃないよ。 1>, 1番。ごめん、待った。駅で足止め食っちゃって。1>, 1。え、電車動いてなかったの ?2。2> 足大丈夫痛かったでしょう。3。ちゃんと時間調べていかなくちゃ。2番。え、もうこんな時間 今日は接客に時間取られて昼食べ損なったよ。1。1> 相当急いで食べたんだね。2>, 2。今からでも食堂行ってきたら ?3。昼ごはん、お客さんと一緒だったの ?3 番。もうすぐパーティー始まるから、コップあるだけ出しといて。 1。1> じゃあ、いくつ出せばいいんですか 2>, ?2。コップは人数分ですね。3。全部だって5個しかないですよ。4番。先方に共同開発を提案したら、すんなり受け入れられたよ。1>, 1。説得するの、そんなに大変だったの 二、2> 2またチャンスはあるから落ち込まないで。三、向こうもそういう希望があったんじゃない五番、テレビで見た新発売の野菜ジュース、とてもじゃないけど飲めたもんじゃなかったよ。一、売り切れだったの二、2> 2まあまあだったの 三。そんなにまずいの六番。来月の登山では、みんなのお荷物にならないようにしなきゃ。一。置いてかれないように頑張ってね。二。登山だもん、あんまり持ってけないだろ三。みんなの荷物まで気にしなくていいよ。 7番、今年の新入社員は物になりそうですよ。1、1> それは期待が持てますね。2>, 2、どういうものですか ?3、いい人材が集まりませんね。8番、僕、部長はてっきり出張に行ってるもんだとばかり思ってたよ。 1, 1まさか出張なさってるとはね。2, 2出張キャンセルになったんだって。3いつ出張から戻られるか知ってる ?9 番留学説明会に出て自分の準備不足が分かっただけでも収穫あったよ。1 出ても無駄だったわけだね。二。納得してないんだね。三。じゃあ参加した会があったね。十番。来週の健康診断って絶対受けないといけないってわけじゃないんだって。一。それって受けなくてもいいってこと 2, 2全員受けろって言うんじゃ仕方ないね。三、絶対に受けないってどうして十一番、山川食品との交渉、なんとか契約にこぎつけたよ。一、苦労が報われたね。二、そんな風に諦めないでよ。 三、次こそは契約が取れるといいね。十二番、この辺、コンビニの一軒ぐらいあっても良さそうなものなのにね。一、確かにこんなとこお客さん滅多に来ないよね。二、人通りも多いのにどうしてないのかな。三、 一軒だけだからこんなに混んでるんだ。13番。木村さん、こないだ大阪に転勤したと思ったら、今度は北海道だって。1。そろそろ大阪じゃないかと思ったんだ。2。2> へえ、大阪に転勤するんじゃなかったんだ。3。大阪。 まだ一年にもなってないのにね。14番。店長、今日は雨が降ってるせいか、朝からお客さんがひっきりなしですね。1。やっぱり天気が悪いとお客さん来ないね。2>, 2。雨の日はいつも混むからね。3。3> それほど空いてるわけじゃないよ。